はい、ペーパーズプリーズ2回目やりますかね。なんか前回さ結構めちゃくちゃすぐ終わったじゃん、16分ぐらいで。ちょっとねもうちょっとさすがにやりたいっすよね。さすがに終わるの早すぎたんで、じゃあストーリーで、お、あ、続きから遊べるんだこれ。お、親切、クレヨン親切ですねこれは。全く何にも上手くないけど、じゃあ2日目からやろう。てか俺2日目でアウトだったんだ。グレスティン検問所、あ、これは前やったやつね。2日目、さてここはクリアできなかったんだよな俺。ここがクリアできずにゲームオーバーになったから、正規パスポート外国人についても入国認める、これ見たね。はいはいはい、外国人も、入国 OK よということで、はい。じゃあやっていきますか。これって、あ、こうね、はいはいはい、見返して気づいたけど机の上を整理するの大事だねこれね。はい、じゃあやっていきますか今日も。はい、おはようございます。書類を、どこ見るんだっけ。はい、日付ね。はい、日付 OK。 はい、日付 OK。 女性別女ね。あれ、この人さ前さ男で提出してなかった？めっちゃ似てんな。同一人物？ちゃんと作り直したのかな、女性として。あ、その調子でね、頑張ってください。書類にね、不備があったら、ね、通せないですからね。はい、次。いや、これ手早くやっていくの大事だな。もう一人ずつなんかツッコミ入れてたらダメだわ。いや、首太お前。いや、それタートルネックの太さじゃないんだ。もう生首の太さなんだ。え、てか期限切れてんじゃん。いや、ダメだってお前、もう不定野郎だわ。首も太けりゃ態度もふてぶてしゅう。帰ろう。はい、次。よしよしよし、手早く行こう、手早く行こう。あ、歩合制だからね、給料が。はい、どうもこんにちは。見るよ。期限大丈夫。女？女？いや、え、ちょっと待って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 、確認しよう。え、女性、女性ですか？いや、だ、不審になってる。あなたは男性ですか、女性ですか？なんてことを聞くんですか？いや、こっちのセリフだ、なんてことだ。いや、ちょっと分かりやすくしてきてすいませんね、本当に。仕事なんでね、ちょっと不備があるとどうせないんですよ。万一があるからね。あ、押せなかった。はい、次。あ、いや、でも今んとこ結構いいペースじゃない、前回よりは。はい、書類見してね。急いでください。いや、こっちも急いでるからね。あー、まあ OK じゃない。はい、 OKOKOK。 完全に女性だもんねこの人は。期限も OK。 あー、間違えた。ちょっと待って、赤押しちゃった。いや、青だよこの人。え、ごめん。え、これ、これ上書き、え、これどう、これいけんのかな。え、どうなんだろう。あ、そう、停戦員押しとこう。停戦員、停戦員としてもう一回押す、アルストス館に停戦員の文化あるのか分かんない。こっちも押しとこう。いや、もうこれは大丈夫でしょ。いや、これ完全もう上書きしたよ。上書きしました。はい、どうぞ。これは何ですか。怒られたわ。え、やっぱダメなんだ。あ、そうなんだ。いや、ごめんなさいって。いや、違うのよ、押し間違えたんじゃわ。いや、ケアレスのやつよ、これぐらい許してくんないの。はい、期限 OK ね。はい、女性。はい、 OK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  でしょ、この人は OK。 よし、押し間違いなし。はい、取って、よし、問題起こさないようにね。はい、次。さあ、いや、ちょ、嘘、写真不一致、マジで。え、違ってた。え、全然わかんなかった。公園長イケメンさん、退屈だね。いや、またかよ。このイベントまたあんのか、違う人だし、そんで。いや、これは通していいんだよな。前回これは通していいってことだったもんな。いや、こんなん渡してくるやつ、絶対通しちゃダメだと思うけどな。マジ、ドスケベ国家だな、アルストツカ。はい、次。検問所で営業すんなよ。おー、じゃがいもみたいな人来たな。ミスターポテトヘッド。はいはい、期限 OK、写真 OK。OK で、性別も、まあ、OK でしょう。ちょっと髪伸びたね。あ、何？は？え？あ、あ、またこれか。またこのイベントか。あ、これをもう一回見なきゃいけないんだ。え、これ、殺されるやつでしょ？こいつが。脱走者。あ、爆弾投げた。そうだ、こんなんあったわ。うわー！そして今日の仕事が終わり。どんな就業ベルだよ。終わった。本日の業務は中断された。で？あ、え、どうなんこれ？住居費マイナス20。あ、前回マイナスになってたんだよね、確か。それでなんかゲームオーバーになったっつ。じゃあこれでいけるのか。あ、いけたいけた、よかった。前回ここでエンディングになったからな。やった、未知の世界。グレスティン検問所テロ襲撃、襲撃されてたね。検問所一時封鎖、警備強化か。なるほど、警備が強化されたんだ今回から。ほう。あ、
審査官へ次ぐ外国人の入国は規制された。全ての外国人は正規の入国券が必要となる。内容を確認した後パスポートに入国ビザを押印し入国希望者に書類を返還する。入国券付属書類は規則書内の関係記載箇所とカウンターを選択することで関連付けが可能。規則書内の関連記載、規則書ってこれの、あ、これか、なるほど。で、どういうこと関連付けとは、載ってないのかよ、説明。まあいや、とりあえず呼ぶか。はい、次、次っつうか、最初最初来い、最初。はい、おはようございます。ひげ濃いな、お前。あ、これね、入国券。あ、なるほど。あ、で、有効日があるんだ。有効日、はいはい、今日の日付ね。で、期限も切れてない。で、OK じゃない。じゃあ男、写真も一緒。はい、え、で、いいんだよね、これで。で、これも返すと。あー、行ったわ行ったわ。そういうことか、なるほどね。確認する書類が1枚増えたんだ。はあ、こうやって難易度上がってくんのかな。あれ、外国人だよな、この人。え、入国券は、あ、これで、これとカウンター。あ、なるほど、こういうことか。え、ちょっと入国券は提示が必要です。はい、どうぞ。は、いや、持ってんのかよ。ちょ、最初から出せ、最初から出せ顔拭くぞ、お前、これ入国券で入国、あ、有効日 OK ね。あ、 OKOKOK。 あ、なるほど、こういうパターンね。いや、マジ窓口作業だな、これ。問題起こさぬようにな。いや、マジ窓口業務あるあるだろ、今のあ、押してなかった。いや、書類全部出して、いっぺんに、手間だから。はい、来たな。まさみ、まさみ久本みたいなの来たな。いつでもあの時も、いや、またかよちょ、めちゃめちゃ来んじゃん、ここの店員。いや、もう貝いらねえって、お前顔拭くぞ油で手からせやがってよ。あ、有効日 OK ね。OK じゃない。うん、OK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 。 いや、なんか俺さ、ここの店員にさ、このエロ名刺渡してるから通してるみたいな、なんかそんな印象持たれてない、絶対。ピンクバイスでアバを締めするかいや、絶対そう思われてるわ。ドスケベ検問員だと思われてるわ。あれ、入国券は、ちょ、おばあちゃん、入国券いるんだよ。ちょっと持ってないね。データ一、あれ、え、あ、国民、国民か、お前。いや、国民だわ。ちょ、言え、お前。口頭で言え、国民です、国民ですっつって入ってこい、お前ややこしいからね。オッケーね、期限もオッケー、はい、顔もオッケー、女性もオッケー、はい、入って。アルストツカンエコ、エコアレイ、ラーメンつけ麺、僕イケメン、それ違うエコね。はい、こんにちは。書類を。おじさん、テロの襲撃があったと聞きました。なのにまだ仕事。いや、そんな世間話とかいいから、仕事でやったの、こっちは。11月25日今日ね。で、はい、オッケーね、性別もオッケー、期限もオッケーだよな、通って、よし、オッケー。いや、おじさんみたいな人ばっかだったら楽なんだけどね、つって。これいるこれやるわ、ちょっと。アバ指名してやってくれよ、ちょっともう。これ、マジでさ、俺、マジでドスケベ、国家のドスケベ検問官だと思われるじゃん、こんな。カウンターに置いてたら。すげえ風評被害あってる気がする。すげえデバフかけられてる。どこ見てんの入国権あるね。期限が、はいはい、オッケーね。で、顔もオッケー、性別もオッケー。はい、オッケー、通ってよーし。いや、こいつも写真に比べて前髪が成長してるな。ねえ、生え際のとこ成長してるな。その調子で頑張って。エコあれ、毛量にエコあれ。はい、次。え、嘘、ちょっとなんで不正な日付。嘘、俺見たよ、日付。いや、ちょっと、部長見ましたって、俺、日付。どこが間違ってたの、ちょっと、詳細を書いてくれよ、これな。わかんねえよ、具体的にどうミスしたのかな、おばちゃんね。有効日 OK。 いや、俺見たよのにな、ちゃんと。あれ、ちょっと待って、期限切れてない、これ、パスポートのね。これ切れてるよね。これ期限内でなければならないのになってないよ。この書類は期限切れてますね。え、それはおかしいですね、更新したばかり。嘘をつけ、お前、嘘つきの顔じゃノブじゃ。帰れよ、お前、これ持って帰る、おいマジこれもういらないって。もうめちゃめちゃ多分俺3枚ぐらい持ってんだけど、もうこの名刺、エロ名刺を。書類出して、おじちゃん、めっちゃハゲてんな。よし、行くぞ。は、世界一の国アルストツカ、アルストツカエコアレ、おエコアレ、え、いやいや、おいおい、出せ出せよ、出せよ。え、ちょっと待って、これどうしたいの。え、何も出さないじゃん、この人。は、え、どうしたいんだ。え、あ、なんか出る。え、これ何、これ何、
え、何これ初めて言うんだ。よし行くぞ世界一の国。なんだ録音記録いらねえよ。聞いた聞いた、十分聞いたわ。え、どうすんのこれ。あ、わかった。これとおさん、あれ違うか。あ、カウンター、カウンターとパスポート。あー、よかったよかった。ちょ、パスポートは、おさん、パスポート、素晴らしい国アルストスカ、パスポートいらないでしょ。いや、いるわ。パスポートは必要です。オーケーオーケー、わかった、また来る。は、いや帰んのかよ。ちょ待て、おっさん、ちょい、いやこれ持って帰れ、ちょっと。いや、なんだあいつ。めっちゃ変なやつ来た。また来るって、また来んの、あの人。顔でか。こんにちは。あ、入国券ね、入国券。有効日、はい、オッケーで、期限もオッケー。いや、オッケーじゃない。うん、顔立ちもね、イケメンだね、おじさんね。うん、はい、どうぞ。問題起こさぬように。栄光あれ。おじさんの顔痩せに栄光あれ。はい、次。もう来たな。顔どうなってんだよ。すげえ中央に寄ってるじゃん。どういう感情、その顔。有効日、オッケー。期日もオッケー。はい、オッケー。オッケーね。いや、ちょっと髪型、髪伸びたね、おばちゃんね。ね。そういうのもわかるね、ちゃんとね。はい、次。いや、今んとこ、いやー、ちょっと。不正な発行地。発行地って何？発行地？初めて聞いたぞ。そんなんあんの？発行地？あ、これ？このグロリアンってやつ？これか？あ、これが違うとかあんの？え、ちょっと待って、確かになんか乗ってたな、これ。これか。あ、あるわ、グロリアン。あ、これが違うとかあるんだ。いや、何それ、めっちゃ初見殺しじゃない。あ、ここ合ってないとダメなの。うわ、見てなかった。ちょっと次から見よう。まあでもこのおばちゃん大丈夫そうだな。うん、期限も大丈夫だし、はい、パスポートの記述も OK。 はい、壊れ。眉毛剃りすぎじゃない、ちょっと。いや、剃ってそれなのかな。いや、生まれつきだとしたら、いや、なんでよ。写真不一致、嘘。え、違ってた。いや、違ってなかったって、それ証明できるんですか。あなたの意見ですよね。病気の息子は薬が必要。は、え、薬。あ、でも今日初めて黒字になってる。あー、そういうことか。あ、生活費出さないといけないんだ、これ。あ、全然気づかなかった。なるほどね。え、じゃあ暖房費と薬費だけ出すか。ごめん、家族全員ハングリーになってるけど、ちょっと霞を食って生きてくれ、今日は。うわ、こんな要素あるんだ。闇市場取引激増、入国管理の甘さを政府非難、検問所拡大延期。入国管理の甘さ、いや、必死にやってんだよこっちは。マジやってみろよ、この記事書いてるやつよ。お前ここ座ってみーかい。俺が後ろで見ててやるから、腕組みでやってみろよな、人の苦労も知らないで。より厳重な審査基準、いいよもう。アルストツカ国民に ID カードの提示を義務付ける。外国人は入国券に代わり正規の入国許可書を取得し提示しなければならない。 ID カードと入国許可書。今後入国券は審査基準を満たさない、時効へ。はいはい、時効まだあんの。書類に関する新たな章が追加された。すべての章を徹底的に確認しよう。入国希望者の陳述と関連付けるには録音記録を参照すべき。アルストスカにはエコあれ。エコあれ、まあ、エコなんて何番あってもいいですからね。あー、なるほど、ここは書き換わってんだ、入国許可証と ID カードに。なるほどね。じゃあ持ってきてないやつはここをまた突きつけろってことか。いや、これどんどん業務増えてくるんだな、そういうことか。はい、こんにちは。なんだそのメガネ。入国の目的は観光に来ました。え、何このやりとり。滞在期間は60日います。え、ちょ、マジの検問みたいになってんじゃん。うわ、何これ、情報を。入国期限 OK、滞在期間2ヶ月、目的観光、パスポート番号。あ、これか。え、OK。イバナ・ウィルソスカ。あ、名前か。ウィルソスカ・イバナ。あ、OK、OK。で、期限も大丈夫、切れてない。写真も OK、女性。はい、OK。え、これ、マジっすか、これやるんすか、今日から毎日。今日から俺は。え、これ、やばくね。あ、てか、国見てなかった。やばい。どこだっけ。あ、ちょっと見てなかった。あ、でも大丈夫か。危ねえ、セーフ。入国の目的は仕事しに来ました。仕事。滞在期間は ?3 ヶ月。結構いるね、3ヶ月。入国期限 OK、滞在期間も OK、目的も OK。
ケーで、パスポート番号と名前と、あ、ちょっと待って、期限が、お前切れてんじゃねえかよこれ、期限がよ、おい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 、この書類は期限が切れていません。なんのこれ、すっとぼけてんじゃねえぞてめえ、もみあげとあごひげつなげやがってよ、そこつなげてる暇あったら書類ちゃんとしたの持ってこい、バカ野郎が期限切れとかもしょうもないのやめろよ、しょうもないミスしそうなやつ、うわ怖っこの人精神攻撃してきそう。入国の目的は、うん、なんだろう、観光かな、滞在期間は数日間だと思う。あ、いや入国券ダメなんだよ、おばちゃん、おばちゃんだよね、これ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 、これは分かりやすいの、これは分かりやすいミス、ちょっとダメだよこれ。入国許可証は、入国許可証、入国券ならあるよ、通して、いや無理なんだって入国券、いやニュースを見ろ貴様、この規則書に全て書いてあるんだよ、この規則書にな、貴様が入国できないと、あー、ちょっと待って、なんか画面ちっちゃくなっちゃった、あれ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 、ちょっと待って待って待って、あ、待って、いったいったいちょっと一旦この人だけ弾こう、弾いてからパニックになろう、はははは、帰れ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 貴様、もう入国許可書持ってきてください、バカなバカなじゃねえよ、これどうやって直すの、フルスクリーンか、フルスクリーンする、いやでかすぎる、ちょっと待って、え、これどうやって戻すのマジで、え、どうすのこれ、ちょ部長部長、ちょっとこれどうやって戻すんですか、ちょっと仕事になりませんよこんなの、あ、ここここか、あ、これだこれだ、なんだ、あ、ウィンドウのねサイズが変わってたんだ、この入国券高くついたのに、いや買うな、いや買うもんなのかな入国券って、よくわかんねえけど、はい次キャラ顔濃いなお前、あ、これ何、あ、ID カードか、あ、なるほど、国民というわけだなお前は、なるほどなるほど、いや待って、性別おかしいな、お前のような女がいるか、めちゃくちゃヒゲ生えてるじゃないか、いや、いるのかもしんないけど、あなた男性ですか女性ですか、書類の通りです、いや書類の通りだとおかしいな、いやそういう女性もいるのかもしれないけど、ちょっと剃ってきて、せめて剃ってきてヒゲを、せめてな、そこ恥じらい持ってこう女性ならば、はい次、いやもう、あー普通っぽい人来た、いやこの人は常識人だろ、もう見た目で常識人だ、国境が開いてとても嬉しいよ、息子に会いに行くんだ、もう6年も会ってない、滞在期間6ヶ月、6ヶ月の観光、入国期限、あれ切れとる入国期限が切れとるよおばちゃん、なんでめちゃくちゃいい人そうなのにこの人、お願い通して息子は待ってるんだ、いやその願いは通せんな我がアルストツカの検問所はお前のようなものは弾くために立っておるのよ、この地この場所に、あんた恨め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 、そして俺を殺しに来い教授郎なんだこいつこのゲーム変なテンションになるわ、なんか滞在期間は30日、なるほど、滞在期間 OK、 入国期限もあ OK ね、で、パスポート番号 VTR、OK、ソフィア・ビル・バスコバ、ソフィ・ビル、あ、OK ね、で、あれなんかちょっと待って、写真と違わない、ちょっと写真三河健一っぽいけど、なんか違わない、君三河見あんまないよね、昔の写真ですから、いやいや代わり、は、なにこれ、指紋、あ、指紋取れんの、え、すげえ、なにこれ、本書渡す、はははは、なんか出てきた、あ、指紋出てきた、え、すげえ、え、で、これ渡したいの、え、渡す、はい、もうインクだらけだ、あ、帰ってきた、おお、すげえすげえ、え、で、これで、え、指紋違うよな、これ、え、違うんだよね、これ、多分よくわかんないけど、え、違うよな、あ、待って、一回、一応確認してみよう、これってさ、こうして、これで、あ、不審検知してる、あ、わかるんだこれ、あなたの指紋の確認は取れません、通してくれ力技かお前、パワータイプやめろ、いやダメだなお前、ケンイチじゃねえじゃねえかよ、これケンイチのパスポートだろ、帰れ帰れ、俺もう持って帰るお前、エリートヤンキーサブローみたいな顔しよう次、いや今の結構重罪じゃねえ、あいつ、あいつ返しちゃっていいの、別人のパスポート持ってきたぞ、あ、国民だ写真ちっちゃいな、なんかお前縮小されてないか、はい、誕生日一緒で、性別女、女、まあ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 女性か、うん、で、名前も合ってる、体重とかも、うん、大丈夫だな、50キロニッコルニッコルで、あ、そうだ、一応このパラディズナー調べとくか、パラディズナー、あ、あるね、アルスト使いにパラディズナーある、オッケーじゃない、うん、オッケーオッケーオッケー、この人は
大丈夫でしょう。写真が妙にちっちゃい以外は大丈夫だろう。よし撮ってよし。エコアレーアルストツカニラーメンつけ麺僕アルストツカジン。あっあいつじゃねえか。よう、また会ったな。パスポート持ってきた。なんでそんなラフなんだよ。やっぱアルストツカ最高。おう、えは、なにこれ。いや、お前お前これ、いや、もうそんなすんなよ。お前何歳だよ。こんなことすんなよマジでよ。いや、これどうしたいの。もうこれ自体を突きつけるしかないの、これ。いや、関連性あるわ。ありありだわ。あ、こっち？こっちか。パスポートは必要。あ、不審検知してる。ちょっと聞いてみろか、これ。これはひどい偽物ですね。なんだって、まさか、承認されたものだぞ。誰にだよ。いや、これお前完全に手作りじゃねえか。マジ、法律舐めんなよ、お前。あれ？返せないんだけど。あれ？あ、これ押さないといけないの？いや、ちょっと待って、こっち押そう。ここを押してに押してたまるか、こんなもんに。おい、帰れ、もう。コブラスタンなんて国はありません。オーケーオーケー。このパスポートは気に入らないんだな。気に入る気に入らないじゃないんだよ。もっといいやつ持ってまた来る。来んの？何が目的なんだよ、あいつ。いや、わざとなのか天然なのか分かんないんだよな。はい、書類見せてくださいね。あ、国民だ。写真ちっちゃいな、国民の。あ、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 時間になった。この人は最後ってこと？はいはい、オーベグあるね。で、体重 OK。誕生日も OK。名前も ANA。うん、飛行機かな。ANAOK。あ、OK じゃないこの人。うんうん、OK っぽそう。はい、承認。ようこそアルスト使え。エコアレ。そのお団子ヘアにエコアレ。よし、終わった。いや、結構こなしたんじゃない？でも今回。だってミスなかったよ。家族は薬を必要としている。住居費上昇。え？いや、めちゃくちゃ薬必要になってんじゃん。え、ちょっとおい。どんだけ病弱だよ、うちの家族。え、マジ？え、どうしよう。妻か息子か義母の誰よ。え、一人分しか薬買えないもんな、だってこれ。え？ちょっと待って。いや、ごめん、まずちょっと消去法として、義母は、ごめんなさい。妻か息子のどっちかだわ、これ。だって義母は義母だもん。義だもん、だって。いや、だってこの状況で義母を優先するやついる？いや、妻か息子のどっちかじゃない。で、どっちよ、これ。もうやだ、なんか俺の倫理観問われてんじゃん。息子か妻、まあ、いやでも息子だ。多分妻は息子優先するの許してくれるでしょう。あ、で次の日行くんだ。リパブリアの陸上スターに殺人容疑、ヴィンス・レストラート容疑者。あ、へえ、容疑者出てる。これ容疑者来るってことかな、もしかして。次からは、ちょ、なんかいろいろ要素増えてくんな。審査官に次ぐ不審者の拘束権限を与える。え、矛盾点を審問すれば拘束の選択が可能となる。あ、それアルストツカエコア、エコアレ。え、何拘束権限。あ、その容疑者捕まえろってことかな、もしかして。あ、じゃないこれ。はい、次。あ、まあでも書類の内容増えてるよりはいいわ、これ、こういう方が。はい、おはようございます。この辺は増えてないのね。アルストツカへ乗り継ぎをします。滞在期間は数日の予定です。数日、アバウトだな。あ、2日間ってこと。期限 OK、 パスポート、あー違う、パスポート番号が違うじゃん。おい、いきなり違うじゃないか、ここ。おい、どういうことだ。違う番号が記載されてますが、なんだ、すっとぼけやがってよ。は、拘束、入国拒否してくれたわ、それでかい。え、あ、選べんのこれ、拒否するか拘束するか。ええ、でもパス番違うのおかしくね。いや、悪質じゃね？捕らえろ。少しお待ちください。何これ？ああ、警備が言ってる。出ろ。あ、出された。あ、すげえ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 。あ、で次呼べる。どうなんのあの人。うわあ、俺怖くね？めっちゃハゲきた。乗り継ぎで通るだけです。滞在期間は数日2日ね。バス番 OK。はいはい。名前も OK。で、期限も大丈夫ね。はいはい。写真なんか目つき悪いな、写真の方。まあでも同じか。うん、同じだろう。で、聖丸メロ。これか。あ、あるね。オッケー、聖丸メロある。よし、じゃあ通ってよし。いや、待て、ちょ、お前期限切れてるじゃないか、これ。危ねえ、ちょ、お前、騙されるとこだった。ちょっと一回聞いてみるか。おい、ハゲ、てめえ。ハゲるだけじゃ飽き足らず、書類にも不備があるとはどういうことだ。期限切れの書類だよ、入国。
忙しかったが理由になると思ってんのか、このハゲが。帰れ帰れ、二度と来るなよ。なんか自然と口調が厳しくなってしまうな、このゲーム。